はじめ結構風の強い日多かったですもんね。そうですね。うん、多分多かったしね。はい。すみません。まあ、そんな、ね、海の上ですから。はい。ほんで、もう風が吹きすぎて、もう、立っとれんようになったけんね。はい。結局、この間、釣ったとこでおったんですけど、1時間、2時間ぐらい俺なんかね、2時間ぐらいでもギブアップしてね。ええー。はい。ほんで、もう、愛と、とこでずっと辛抱しとったんですけど、はい。この日はもう、餌一回も取られんかったんですよ。へぇー。もう、魚がいないんですか？動いてない。まあ、まあ、タイミングですかね。タイミングか。うん、まあ、結果、この日はノーヒットノーランだったんですけど。もう一発も当たらずと。一発も当たりませんね。まあ、逃がすこともなくという感じだったんですね。そうですね。魚の引きに一度も会ってないという、ね。そのあたりと、県南の方とでは水温というのはどれくらい違うんですか？ああ、もう全然違いますね。ヌーシマの方は、この日がね、10.何度とか言ってましたんで。ああ、ね、向きだと15、6度、16度ぐらいですか？そうですね。うん。はい。あ、そんなに違うんだ。やっぱりこう、水温が低すぎるっていうようなことも関係あるんですか？低い。いや、他の、ヌーシマでおる、その界隈でおる魚も、この水温で慣れとんですよ。そうか、そうか、はい、はい、はい。ただ、ほなけん、魚系があるというかね、お腹が空いて、潮が、潮がいた時に、まあ、餌食べに来たりはすると思うんですよ。はい、このタイミングで釣れたら、なるほど。まあ、この体力のある大きいやつがね、うん、来るんですけどね。ちょうど行った6日の日は、もうその、ご飯すら食べるんがめんどくさいというような。そうですね、もう記憶から消し去りたいぐらいの一日ですけど。もう今日の釣り情報じゃ、憂鬱でしょうがなかったですね。ああ、まあまあ、まあ、ほうやね。まあ、うん、どないようかと考えて。